さあ、こんにちは、マーティン。ダイム役場、健太です。戦国時代のコミュニケーションどういうふうに言うか。名乗りは手短に行う。声をはっきりと名前、そして簡単に紹介する。そして、防犯のシーンでの挨拶も確かに名刺交換みたいなもんでございますね。はい。あとは、破りの受け方も全然違いますね。当たらないように気をつけること。手紙リサイクルですね。破も戦のためにリサイクル。確かに、敬語もよく使いますね。はい。確かに、えー、どういうふうな敬語かって、出陣するは出陣される。切腹するは切腹される。願いは願いられる。 キャッツが乱心、トノがご乱心。肩幅が痛いが肩幅がお痛くなられる。手柄をあげるお手柄をあげられる。面目ないは面目がございません。片付けないは片付けがございません。どこにも、どこにもでございます。痛み入れはお痛みをおいます。いやー、すごい敬語ばっかりでございますねー。はい。確かに、敵が本能寺に、敵が本能寺におります。どこなるものの企てぞ。 失礼ですが、お名前を伺ってもよろしいですか明智が物と見え申し子。明智様がお見えになりました。急ぎまかりでようは、大変恐縮ですが、急ぎご退出をいただければ幸いです。これは慌てないことが大事でございます。確かに、天下にも敬語も必要です。確かに、遺言も、うん。楽屋ちさの確かに、文、の辛い文章も全然違いますね。はい。いろいろマナーも大事でございます。手土産とかも、うん、大事。謝罪とかも確かに、戦、あやは裏切り。 遅刻、地産、見つけ、いろいろですね。確かにケースが多いですね。確かに戦国武将も SNS ありますね。というわけで、いかがな戦国時代のコミュニケーションでした。バイバイ。